お、まずは呼び込みですね。Starting on the blue side for our next bout, it's the first blood king looking for just one kill today. It's Iacos. And then on the red side is the player who's looking to claim the top spot this year. Dearly beloved, we are gathered here today. It's There can only be one winner, gentlemen. Let it be you. ファーストブラッドキング今出してましたね。そしてプレイ選手、綴りが PRAY なんですね。日本語の意味にすると祈るというところで十字架を切ってましたね。ダッシュが祈ってました、ね、なるほど。ただマークスマンが多いですからね。そうですね。ジャングラーとエディキャリーですから、まあ向いているチャンピオンが強いのは、いや、プレイの方ですよね。さあ、バン・ケイトリンからこのじっくりとしたバンも、2試合ぶりですか。そうなりますね。さあ、プレイかなり悩みながら、バンこれはしませんでしたか。開けたようですね。さあ、ヤンコスはそれを見てちょっと悩んでいるでしょうか。おっと、あ、進んでいたようですね。オラフ・レンガー、そしてケイトリン、ケネン、エズリアル、レンジのチャンピオンですね。ヤンコさんやはりマークス負けしていきますね。そしてプレイは自分に飛び込んでくるようなチャンピオンを消していると。空いてるとなるとカリスタ・バルス、お、ルル見せてますね。日本のセロス、そしてエビが練習で見せた最強のチャンピオンだと言ってましたか。ドレイブンですね。プレイと言ったらブレイブンとも言われたことがありますが、さてさてさて、見れますか。ただヤンコスもどうしますか。あ、確かにナサスも残っていますね。ただ今大会ナサスピックされてないんですよね、オールスターでは。そういえば先ほどからバンから漏れていてもピックされていませんね。お、カルマ、ここまで、これ今明治タイプのチャンピオン、ちょっと苦しそうにしている傾向がありますが、おっと、ルシアンにしましたか。ロックインプレイ、ルシアン。ヤンコスはまだ悩んでいますが、これで決めそうですか。いや、ダリウス、追うというような感じの表情を互いにしてましたけどね。お互いのピカは 今見えていますからね、うん。さあ、サマナスペルどうしますか、ヤンコス。クレンズゴーストはここまでのところ多かったですね。そうですね、ピックされたダリウス全てそれでしたね。一方でプレイからすると、まあ、守備的な選択になるのは間違いないと思いますけどね。変えずにいきそうですか、まあ、今10秒残りありましたから、この後のタイミングで、変えている可能性十分ありますね。こう今日になって急にダリウス出てきましたね。メタがちょっとまた変わりましたね。あとはレンガーが一気に警戒されるようになりましたね。ブッシュからのリープの距離がかなり長いというところで対処しきれないということなのかもしれないですね。さあ、チャンピオンはダリウス対ルシアンとなりました。やはりダリウスのスキルが揃うレベル3レベル4あたりが仕掛けどころ、それまでにプレイ選手としては体力のアドバンテージを取っていきたいところですね。さあ、 1v1 トーナメント本日の7戦目になります。ヤンコス対プレイ、コラプトポーション、ああ、そしてサマナスペル、ヤンコス変えてますね。クレンズとゴーストですね。あ、でもプレイ選手はかなりアグレッシブな選択取ってますね。バリアを変えてイグナイトにしましたか。さあ、トリンケットで位置を確認したのはヤンコス。こちらも返します。レベル1からレベル3にかけてはプレイ選手がプレッシャーをかけながらということになると思いますからね。そう大きな動きは起きないはずですが、やはりダリウスは物資を使いながらというプレーになるようですね。そうですね。
ここで前に出て後衛ミヨに攻撃を当てていきますが、やはり AOE のスキルもあるということもあってルシアンプッシュ早いですね。そうですね。さらにヤンコー選手が後衛ミヨに対して、キを1回目当てなかったので、処理というところでミヨのダメージというところでうまくコントロールできてないですね。さあレベル2先行はプレイ、ここまでのところはリード取ってますね。おっと、タワーのダメージが入ったのでこれは並んでしまったでしょうか。レベル2になればヤンコスいくらか回復もしますから、ちょっともったいないプレイでしたね。今のところ体力のアドバンテージはヤンコス選手が取ってますね。さあレベル2、まだレベル2のスキル何を取ったのか分かっていないので、プレイ選手としては距離詰めづらいですね。まあ引き寄せるスキル持ってますからね、かなり警戒しています。さあレベル3、お互いにレベル3、回復はヤンコス、自分の方は抑えた。そこからゴースト発動、引っ張ってプレーを捕まえた。プレーブリンクを持っていなきゃ、ここでしっかり取って回復に向かっている。ドットダメージは入っているが、イグナイトがミニオンシャワーにイグナイトも加わってファーストブラッドプレイ、ヤンコス KO。 ミニオンが来たタイミング、さらにはクレンズを使わせ方がうまかったですね。イグゾーストでクレンズを使わせてイグナイトを解除させなかったというサモナスプレーの使い方、プレイ選手見事でしたね。冷静に冷静に使っていきましたね。ヤンコス対プレイの試合はプレイが勝利と。やはりマークスマン強いですね。強いですね。本職というだけありますし、これでジャングル残ってるのは川田選手だけですか。そうですね。そしてサポートではちょっと、昨日データがちょっと手元にあれですけれども、マタだけかもしれませんね。そうですね。一応ローモピー選手がシードで残ってはいますが、勝ち抜いてはないですね。やはりソロレーナーもしくは、マックスマン、本職の ADC が強いと。そうですね。ジャングラーとレビー選手が唯一ですか。ただこの後のプレイ選手のクレンズの使わせ方ですよね。そしてここでイグナイトを使うと、ダリスやはりパワーはありますね。それでもとんでもないパワーありますね。ドットダメージの流血でみるみる削れていく。あと一発でしたがイグナイト分で勝利したのはプレイ。そして